はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今日は何っていうと、ここにいないのは誰？道居酒情報だと、だいぶキャバクラで調子乗っとると。つく女つく女、また同じことずーっと俺は変わってないんだけど、女は変わってこう、ずーっと話はそのまま。まあそういうことで、今日はね、はい、あいつ、その毎週木曜日、整体行っとる、うん、そういう情報を、タレコミやから情報入れてくれたもんね。今からその整体行って、はい、これを包帯ぐぐる巻きして、はい、本当の死体みたいに血とかつけて、はい、助手席にこれが乗っとったらどうなるか。死ぬと思うんですよ。死ぬと思うんですよ。人を殺した気持ちでやろう。わかりましたよ。人を殺した気持ちで無理よりポンって投げられて入れられたみたいな。ぐったりになさ、こういう感じですよ。本当人を殺した気持ちでやろう。もし俺だったらっていう。これ血になるんですかね、これ。いや、なるでしょ。ちょっとずつ、そう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 、やってたんで。ちょっと塗ってみてもいいですか。おいおいよ、全然あんまり違うと、でもリアル感ないんで、ちょんちょんがいいね。めちゃくちゃいいじゃん。いいじゃん。よいしょよいしょよいしょ。靴の辺もっすね。でもう一周ぐらいそれ包帯巻いたら、はい、いいぐらいにカモフラージュできるね。リアル感、染みてきてくるぐらいがいいか。今日俺も天気塗っとってさ、はい、いろいろ考えたこの突起を考えたの。どんなにやばいっすね。ふと思ってさ、 LINE したんだよ。 LINE 電話だったから、もうこっちを突破してここまで来たって。続きだもんね、いけるか。いい感じ、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 いい感じ。てか、ちっぽいやん。ドラいいじゃん、ドラいいじゃん。ドラちっぽいやん。でもからちょっとまだあと途中で、まああとはもう難しいとこやったんでね、肩周りと顔は、はい。これが車に乗ったら怖いぞ。これはすごいな。現場で設置しております。だいぶやばいよこれ、絶対分からんぞ。もうほぼ完成。これで車乗ったらやばいでしょ。こういう状態でです今。プライベートです。足グキって言ったんだよ。いや、そう。足グキって言ったんだけど、いや、お前。めっちゃ怖くないですか。怖いですこれ。あれ、警察局が来てるじゃん。懐中電灯持ったやつ見てほしい。プライベートの時やったらかんって。何ですか、仕事中じゃないか。仕事中じゃないか。もうこれで寝れなくなったんすね。もう隙もないですよ。油断も隙もないですよ。マジでね。これわかんすって。これね。怖すぎんすか。ほんまないと思ったんすか。はい。ちょっと何しか思わんすって。これ多分マネキンっすよね、これいつも使ってるやつ。思わんすよ、そんな。おかしいな。プライベートだし。死体だと思ってました。プライベートだし。だからそうだよね。で、ここで、パッて見た瞬間に足グキってやったから。やべえ。足グキした。ユタフ君の顔見た時点で分かった。大成功とは言えんな。大成功。大失敗。カメラの位置は分かったね、ほら。プライベートドッキリっていうのこれ、はい、ね、仕事じゃないからね。そうですね。そう、プライベートに勧誘しようと思ったので、マジでビビった。チャンネル登録と、マジでいいね。はい。これグッドボタンね。マジしてくれんかったら、プライベートまで晒した意味がないですから。
そういうことね。俺絶対やったら誰か絶対やったら次また見てね。